こんにちは、村の鍛冶屋の山谷です。今日はあの薪割りについてご説明します。まず使うのが水野さんの木割りです。こちら、500文目を使ってます。でまず使う前にここが緩んでないかどうかまず見てください。でじゃあこれから割っていきたいと思うんですけど、そのコツを教えます。右利きの人は右手が上です。左手下っていう感じですね。でまあそれはもう握りやすいように、まあ大体この辺ですね自分は。でまず上げる動作なんですけど、まっすぐ上げてください。まっすぐ鼻のとこから上にまっすぐ上げて下ろすっていう感じです。でその時に必ず、力ない人とかはこう上げちゃう人がいるんですけど、そうすると歯が変に当たって今度それがすねに来て危ないっていう、それなんでまっすぐ上げてまっすぐ下ろすっていうのを本当に心がけてください。であと下ろし方です。見えますかね。こう下ろしちゃうと危ないんで、必ず膝を曲げて腰を入れて落とすっていう、これをまっすぐやるっていう感じですね。でまた割るときなんですけど、ここ狙ってっていうような感じになると、こう結構女性の方で多いんですけど、こうなって危ないんで必ずここを狙うっていうよりもここまで、ここを狙うって感じですね。落とすって感じでやってください。じゃあとりあえず一回やってみますね。よっ、じゃあ行きます。さすが。でこれをもう一回割ります。でちゃんと狙い定めてやると、はい、割れますんで、皆さんもぜひやってみてください。はい、じゃ あの新人の池田くんにやってもらいます。はい、頑張れ。やったことがないです。頑張れ。ファイト。ぶっつけ本番です。じゃあ腕、右手を前にでちゃんと合わせて、膝曲げてまっすぐ。おお、でも割れてる割れてる。オッケー。そのまま、はい、そのまままた落とし。そうそうそう。でそしたらもう一個上げて、はい、もう一回合わせてまっすぐ下ろす。わあ。なるね。今のだとここに当たってるんですね。ここに。なるほど。はい。しっかり当てるような。もうちょい離れて。あれ？そうそう。はい。初心者の方でも割れます。なんで練習してみてください。練習は村の鍛冶屋ショップに来ると、はい、割り体験できますんで。ぜひ遊びに来てください。大丈夫ですかね。はい、ではでは、また次回も、また次回お楽しみに。はい。